はい、どうも、トラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、901日目ですね。はい、現在2022年5月27日の午前6時58分なんですけども、今回ですね、契約書の方をね、ちょっと開封したいなと思うんですけども、まあそんな大した契約書はないんですけど、A ラン契約書、5枚と、あとゴールド契約書10枚、まあ開封したいなと思います。そうですね、15枚ですね、合計ね。はい、まあ、これでちょっとオリックス純正ね、できれば強化したいなと思ってます。はい、その前にですね、必勝アリーナですね、あと4日と8時間残ってるんですけども、現在までのまあ進行状況ですね、こちらですね。はい、累計必勝ポイントが1,997,6,377ポイントということで、まあ、もうすぐね2000万いくんですけども、まあ、今回初日にね、まあ、60連しまして、まあ、コロナ関東オリックス純正だけでやってるんですけども、まあ、平井さん、まあ、確定で取りまして、まあ、その後ね、あの A ランクの TS 契約書ランダムですね、ランダムの契約書3枚あったんですけど、3枚ともねちょっと平井さん出なかったんで、まあ、ガチャ60連でもね1枚も出ませんでしたんでね、まあちょっとね、この4枚これ狙ってね、ちょっとだけまあ走るっていうほどじゃないですけどね、これ狙いに行こうかなと思ってるんで、まあちょっと早めに終わらしてね、早めに終わらしてちょっとこれ狙いに行きたいなと思ってます。まあ1枚でもね、ちょっとね、眼界突破コーチね、節約したいなということで、まあこれ狙っていこうかなと思ってます。はい、まあ今日中というか、もうすぐ終わらせれると思いますんでね、まあ言うてもあと1000万ぐらいなんでね。はい、まあここまで使ったエナジーは20エナジー使いました。はい、昨日ぐらいからちょっと使って、もう累計終わらそうかなと思ってたんですけどもね。はい、まあ、今日中には終わらして、できれば4枚ですね。はい、狙ってね、タイムスリップの契約書 A ランク平井さんね、もう1枚取ろうかなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それでは、契約書ですね、開封したいなと思うんですけども、まずは A ランク契約書5枚いきましょうか。1枚、2枚、3枚、A ランク1チームはちょっと置いておきますね。はい、4枚で5枚ですね。はい、まあこのアカウントね、オリックス純正だけでやってますんで、ぜひオリックスの選手一人でも来てほしいです。いきます、 A ランク役所5枚お願いします。オリックス来い。さあ、5枚中1枚でもいいんでね、来てほしいです。オリックス来い。荻野選手ですね。はい、ロッテですね。はい、オリックスの選手お願いします。高橋周平選手中日。はい、オリックス来い。安田選手ロッテ。はい、オリックス来い。山川選手西武。はい、最後オリックス来い。栗選手広島。はい、いやー、見事に外れましたね。はい、見事に、オリックスこずということで、まあまあ、またね、ミキさんの方で使いたいなと思います。はい、それではゴールド契約書10枚、もうこれ5枚ずついきますわ。1枚2枚、3枚、4枚、5枚ですね。はい、まず最初の5枚、ぜひ、まあ、A ランク以上、できれば S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。S ランク来い。ん、いやー、ないか。燃えろ、あかんわ。いやー、厳しいな。はい、ビランクっすね。残念やな。おお、来た、 A ランク来た。はい、浅村選手1枚来ましたね。 A ランク演出はね、 B ランクの演出でしたけど、はい、1枚 A ランク来ました。これは嬉しいですね。はい、よかったです。はい、さあ、それではあと5枚ありますんでね、こちらでスランクぜひ来てほしいなと思います。1枚2枚、3枚、4枚で5枚ですね。はい、できればそうですね、スランク来てほしいです。いきます、お願いします。スランク来い。うん、いやー、でもさっきもね、これでランク来ましたんでね、A ランク以上来てくれ。あー、ないわ、これはないでしょうね、さすがにね。はい、ないですね。はい、
結局ゴールド客車10枚で、まあ、1枚ね、A ランク浅村選手来ましたんでね、まあ、よかったかなと思いますね。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。まあ先ほども言いましたけどね、ちょっと必勝アリーナね、まあ4枚のタイムスリップの選択契約書ね、 A ランクのそれちょっと狙おうかなと思ってますんでね、まあ今日、まあ、今日中には必ず売り切れ取れると思いますんでね、またそこで平井選手の S ランク出てくれればね、ゲントツリーも使えますんでね、出てほしいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。